これもちょっとゆり落としといて、雑草じゃない。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月2日木曜日の午後4時55分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ季節の話題でも。あ、そういう感じのあるんや。今朝は散歩してたら桜の花びらが舞ってきてとっても綺麗でしたよ。皆さんもつかの間の桜の季節を満喫してくださいね。そうだ。ん？なんなんあれ、アイスティーのミオン。おしゃれやね。DIY レシピのアプリをお持ちの方にお花見セットのレシピをお送りしました。お花見セット。お弁当を手作りしてお花見なんかもお楽しみください。いいね、いいね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、早速なんか向こうの方に卵がなっとった。あ、なんか花増えとる。花増えとる。なるほどね。やったね。あ、で、これジョニーから、なってポケットにしまう。で、タヌキマイレージプログラム。灯台やね、灯台。よっしゃ、置いていかねば。やったね、花が増えていきよりやん。ラッキー。あ、てか、ぴったりやったんや。空いとる数。フラダンス人形。フラダンス人形？なんだい、それは。そして、灯台。じゃあ、私、灯台設置してくるわ。あ、ローラン、ちょっと待って、後から。びっくりした。何してるの？ドーナツ食べよる。じゃあ、今からそこに灯台を置くので、ちょっと、海を眺めてるみたいだけれども。で、この、飾ると置くってさ、何が違うん？え、置けないの？ここ。置けるやん。置けるやん。あ。あ、びっくりした。移動できんのかと思った。こんな感じで。こんな感じかな。やった、灯台できた。え、いい感じじゃない？絶対あの辺に似合うと思ったんよね。よーし。んで、ローラン、ローラン。あ、おった。ローランや。どうもどうも、あたしローランと申すですが、待って、お金がない。ベルの木。床にしくラグを売るお仕事、はるばる来たです、遠くから。取り揃えているラグの3サイズ、スモール、ミディアム、ラージ、柄は買ってからのお楽しみ。さらに不思議な壁紙、床もあるです。使ってみればびっくりドッキリ。あんたなんか買うですか？ちょっと待って。お金を。お金を。揺り落とす。よし。確か3000ベルあったら足りたよね、普通に。よしよし。あ、待ってね。よっ。来たよ、来たよ。どうもどうも、床にシクラグ買うですか？不思議な壁紙、床もあるです。どうしよっかな。ちょっと壁紙。不思議な壁紙、3000ベルですが、それでいいか？買うです。では、代金いただくです。どんなんかな？楽しみ。やっぱりまた今回もローランからしか、買えんやつとかもあるんじゃないんかな。きっとローランが待ち遠しくなるです。あんたこれ使うと、そわそわ。待って、使うわ。ちょっとどんな感じか見てくるわ、私。雲の上の壁。どんな感じ？え、すごくない？動きよんやけど。え、めっちゃ動きよんやけど。なんかすごくない？やば。ほら、雲が流れおるよ、めっちゃ。すごー。すごいけど、まあ、この部屋にはちょっと違うかな。この部屋にはちょっと違うかな。まあ、入れ替えるけど。おー、なんだなんだ。ああ、一個消えた、卵。うちが知ってるリアクション、あんたに伝授してやるよ。どんなのがいいかね。ダメだ、全然思いつかないや。ごめんよ。ん？あれ？今のペコリってあってリアクション、まだあんたに教えてないっけ？だっけね。ないパターンがあるんかと思った。ペコリのリアクション教えてもらった。よろしくです。かわいい。ペコリ。よろしくですっていうか、なんか、反省って感じやけど。音が。音が。さあ、それじゃあ、よっと。
あとこれね、レシピが、詰まって。DIY レシピでイースターのやつさ、なんか作れる。ドレッサーベッド。これ、イースターのテーブル。あ、地面があと1個いるんか。なるほど。地面。あれ、この辺なかったっけ？気のせいか。気のせいやね。ちょっとあっち側渡っていくわ。これはどうだ？待って、これもちょっと。これもちょっと揺り落としといて。雑草じゃない。雑草じゃなくって。え？卵の模様をうまく活かしたら DIY のレシピをひらめいた。え？何それ？卵いっぱい取ったら思いつくってこと？何？あ、なんか、え、めっちゃ思いついてるやん。葉っぱの卵の殻。カリメロみたいになれるってこと？葉っぱの卵の服、葉っぱの卵の靴。なんかポップな感じの格好になりそうやね。絶対可愛い。で、ちょっと待って、スコップ。よいしょ。なるほどね。卵をいっぱい取ることによっても思いつくのか。いろいろやね。よっ。あ、来た。これで地面の卵揃ったー。服のやつは、あ、ちょっと待って、そこになんか木材落ちとる。服のやつは、何が必要なんかな？どの卵？葉っぱの卵。あ、十分あるんやね。なるほど、作れる。作れるわ。じゃあ、とりあえず、まあ、葉っぱの卵一番手に入りやすいしね。ってことで、帰っていきまーす。あ、これ普通のプレゼントじゃない？ちょい、待って。もうちょい。よいしょ、来た。え？あるよね、びっくりした。ないかと思った。これは？マルチストライプのホットパンツ。こんな感じ？ほう。カラフルだね。とりあえずこれでおろ。マルチストライプのホットパンツか。いらんかな。か、ちょっと待って。タヌキマイレージが。反応している。あ！風船や。パチンコバルーンファイトキャンペーン。200×2。そして、他はない。あった。DIY のレシピを増やそう。肩書き、物知りな知識人。たぬきマイル500マイルゲット。物知りな知識人。なんかちょっとあれやね。被ってない言葉。頭痛が痛い的な感じじゃない？よし、じゃあ作っていきますか。DIY で作ります。とりあえず、このイースターのテーブルを作って、椅子がないね、椅子が。多分椅子もあるはず。服全部揃うんじゃない？これ、今回で。はい、葉っぱの卵の殻作って、イエーイ。そして服も作って、いいね。服をさ、トンカチでどうやって作るよんか知らんけど。はい、そして葉っぱの卵の靴。あ、待って。物がいっぱいらしい。ということは、とりあえず、ちょっと待って、売れるもの売ってこよっかな。売れるものあるかな。あ、でもホットパンツ別にいらんかな。よし。どうも。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店へようこそ、ようこそ。今日は特に欲しいものはないね。壁紙というかだけ見るだけかな。買い取って。株価も見とこうっと。とりあえず、ホットパンツと、ガーデンライト置かんといかんね、そういえば。雑草もあげるよ。いらんけんあげるよ。はい、これで。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計360ベル。少ないけどまあいいや。まあそんなもんやろ。で、株価は株価。他にもとか聞けよ。はい。何かご用でございますか？今日の株価は？
ただいまの株価は1株142ベリでございます。他にも何かお伺いいたしましょうか。142ベリ結構いいんじゃない？だいぶ上がったよね。ここから下がるかもしれんけんさ、これ買い取ってもらおうかな。よし。ということで、株を売りましょう。20株。はい。20株ですね。それなら2840ベルで買い取らせていただきます。売ります。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。イェーイ。株価もま、108ベルスタートやったはずやけん、結構ね。さて、これで、作れるでしょう、DIY も。よいしょー。で、ちょっと、卵の靴を、葉っぱの卵の靴、作ります。おー、葉っぱの卵の靴ができた。よし。じゃあ、これで今ある、卵系のレシピは全部作れたはず。ことで、葉っぱの卵の殻。あ、かわいい。え、これでも十分かわいい。で、葉っぱの卵の服。おー。葉っぱの卵の靴。こんな感じ。卵の妖精って感じになったわ。でもなんかこの、何、靴、まあ、服は、とにかく、頭の殻の部分と靴は全然なんか使い回しできそうな感じよね。他のコーディネートに。よきよき。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかすごい個性的な格好になったけど、私は頭は結構気に入ってる。